んばんは。こんばんは。充電器を挿します。こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんにちは。よし、充電器をさしてきました。こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんにちは、初見さん。こんにちは。あら、ミキヤさん、お疲れギフトありがとうございます。寒いね今日。でも天気が良くないかな。サッカー何時かな今日は。こんにちは、こんにちは。もこもこの服を着ています。はじわれちゃんです。寒いよね。だから天気悪くない。なんか3時半頃からちょっと暗かったんだけど、なんか夜になるの早すぎんと思って、3時半ぐらいからなんか薄暗くなってきてて、多分曇りなんだろうな。あ、0時？ほうほう。こんばんは、こんばんは。もう暗いですね。あ、雨降ってる？そうなんだ。こんばんは。12時から。なるほど。雨降ってるんだ。広島はまだ降ってないですね。え、でも3時半頃に夕方かと思って。暗くてあれみたいな。早すぎん。3時半は早すぎん。寂しすぎる。そんな早くなるの、違う、暗くなるの早すぎたら1日短みたいな。まあ雨なんだね。ミキヤさん、ハートありがとうございます。こんにちは。ね、3時半に暗くなったら寂しい。さすがにそれは早すぎて。こんにちは。サッカー見るために昼寝しようと思ってた。でも0時ならいけるんじゃない。4時とかじゃないから。でも明日仕事とかじゃないのよ。明日仕事とかならきついけど、0時なら。もやしものさん、雪ありがとうございます。あ、エアコンデビューした。私は今日つけてないんです。なんと15度、 15.8 度。あ、違う、 15.8 度。勝利の女神、私勝利の女神だよ。こんにちは、こんにちは。今日はまだつけてないです。なんか慣れた、体が。えらいわ、節約家かもしれない。今年、去年なんかめっちゃつけた気する。11月とかから、ほら15度。めっちゃ画質いい。そう、13です。iPhone13 15.8 度。なんか慣れて全然、まあモコモコ着てるからっていうのもあるかもしれないけど、全然ね。え、そう、去年とかやばかったもんね。
でも暖房こうやって我慢するだけでね、月になんかなんだろう、どんぐらい例えたらいいんだろう、焼き鳥食べ放題いける分ぐらい浮くから、焼き鳥食べ放題プラスめちゃめちゃ浮くからね、無意識につけてない。こんにちは、こんにちは、いつつけるんだろうね。まあ1月には多分つけるだろうけど、12月クリスマスにはさすがにつけてるか。こんにちは、こんにちは、クリスマスね、2ヶ月ぐらい我慢したらそう1万円くらい違いそうね。最近はなんか自分へのクリスマスプレゼントを迷ってるんです。でも指先が冷たい、寒いね。クリスマスコンサートのレッスンも始まりましたし、いよいよって感じですね。楽しみ、クリスマス。串、串どこじゃ、串はどこじゃ。こんにちは、こんにちは、かわいいギフトありがとうございます。今日もまだメイクしてないですか。瀬戸栗、こんにちは、仕事中です、お疲れ様です。年末の予定、確かに、てかあるんかね年末。まあまだあるか、12月後半が。確かにメイクは口だけ塗ってます、目とか塗ってませんですね。なんか今日前髪が少ない。こんばんは、じゃあこんにちは、年末か。12月後半がないんか。12月後半のスケジュールがまだだよね。確かにあるんかな。でも10日に木体じゃない、木体って言ってしまう、10日に鼻だれがあるから、その時とかになんかあるならあるんかな。28、でも去年もなんか27か28ぐらいになっちゃんの生誕祭があったんよ、僕体だから。まだね、なんかあるかもしれないし、ないかもしれないし。ね、年末年始は早く乗り物の予約しないと実家帰れなくなるからね、去年学んだ。去年のそう年末は生誕祭めちゃ詰め込んだイメージだよね。そうなんですよ。こんばんは、予約がまあ1日前2日前ぐらいで取れる。去年当日に撮ろうとしたら撮れなかったんだよね、家に帰るための。仕事中なので無音で失礼します。こんばんは、お正月楽しみ。
お正月、あのなんかスーパーとかでなんか華やかなお正月の音楽が流れてる感じ素敵、てれれーみたいな、伝わらんの。ずっとイオンとかでも華やかな、なんかなんだろう、お正月の音楽が流れてて、前髪がね、楽しいです、それだけで。まあ、クリスマスも楽しいんだけどね。クリスマスでも実家にいたことないな、 STI に入ってから。まあいいや、クリスマスは。クリスマスも多分そんな感じなんだろうな、音楽が流れてる。クリスマス過ぎたら一気にお正月ムード出るね。ワクワク、ワクワク。大晦日ライブしてほしい。大晦日ライブって0時ってことじゃなくて31ってこと、日一緒にまたぐってこと。なんか日一緒にまたぎたいよね、大晦日ライブ。あ、でもダメか、0時とか、そんな0時にさすがに人は呼べないか、配信じゃないとダメか。そう、カウントダウンよ、カウントダウン。0時にさすがに公演は開けんのかな。23時59からカウントダウンです。1分切りました。そうね、0時は無理だね。高校生出れないしね、配信ぐらいじゃね、大人メンバーの。こんにちは、こんにちは。前髪が動くから固めよう。こんにちは。大晦日ライブ、うん、大人メンバーでも結構いる気にするよ。高校生以下の数えた方が早いかも、少ない。高校生以下を数えた方が少ないですよ。2期生高校生5、6人、5人とか。しみさらももちゃん、さこちゃん、誰がいたっけ。そう、5人ぐらい、4人とか5人とか。池田ももう違うでしょ。しみさらももちゃん、さこちゃん、やっほーやっほー、3、4人かもしれない。そう、2期生20人ぐらいで、20人いないか。ももちゃん言った言った、しみさらももちゃん、さこちゃんです。ゲリラっすねって。そう、でもゲリラに見せかけて実はゲリラじゃないんだよね。2時間前に今日はこの時間が暇だからこの時間に入れてみました。けど意外と来てくれてる。もっとなんかもっと来ないかなと思って入れた後にちょっと反省したけど、でも意外と来てくれてる。
6時とか7時でよかったなって、6時でよかったなって。今日夕方だけどうしようかな、そう、それ絶対聞かれると思って迷ったんですよ。でもなんかそんな1日に何回も配信して需要があるのかと思って、なんか一人で配信前に思った。日本戦があるのは知らなかった。そう、絶対この時間やったら夜はって聞かれるんだけど、こんな 短期間に2回とかやって、なんかそう知らんかった、0時からあるのは。リカさんの配信が生きがい、本当？でもさ、例えば6時半とかまでするじゃん。でまあまあ間空けて23時とかにしてさ、1日どうなと思って。まあ迷うわ。でもお休みメールまでには絶対決めるから、やるかやらないか。お休みメールまでが届くまでには絶対決めるので。こんにちは、こんにちは。さすがにでも6時過ぎとか7時に終わったら、6時、10時は早いな。私毎日配信やってるからさ、そんな1日に何回もやってあれかなと思いつつ、まあ考えます。こんにちは、こんにちは。日本代表のユニフォーム持ってるって？持ってないよ。逆に持ってるの？一般的に。私持ってないよ。ユニフォーム、だからなくなったものがいっぱいあるから買わなきゃ。アイラインと、持ってないよね。持ってる人、持ってるの逆に。そんな、うのむさん、かわいいギフトありがとうございます。トレーニング行ってきていいかな？どうぞどうぞ。筋トレ？ジム？健康的ジム。こんにちは、こんにちは。私の筋トレ配信、私筋トレ筋肉ないです。でも弟が筋トレしてるから、家になんか持ち上げるやつとかぶら下がるやつとか、ぶら下がるやつあるじゃないですか、なんか伝わるかな、ぶら下がって体持ち上げるやつ。おお、危な、鏡反射しよった、危ない危ない、上みたいな。外暗いですか？うーん、カーテン閉めてるんだよね。暗いと思う。そう、鉄棒みたいな。ぶら下がり健康器っていうの、あれなんかそういうのがあるからやってみたけどできないね。まあそりゃそうか。
そんな簡単にできるもんじゃないよね。こんにちは。こんにちは。でも私腹筋は得意なんですよ。腹筋、ぶら下がり健康器っていうの？違うよ多分。そんな可愛い名前じゃないよ。今日は何対何、何か予想してて。今日どこですか？どことどこ？日本とどこ？え、腹筋得意なんですよ。あの体力テストで私腹筋2期生で上位の方だったから3番目とか。クロアチアか知ってる人みたいな。クロアチアか。だから全然触れんかったけど、なんか1個前の予想当たってたんですよ。2対1のやつ、1個前の試合の、なんだろう、得点予想みたいなやつ当たってたんですよ。配信でやった予想。そう、すごくない？まあでもたまたまなんですけど、まあ予想ってそんなもんかね。そうなんですよ。最初でも1点負けた時に、ああ全然違うと思ったけど、2対1で勝ってって当たったと思ってちょっと嬉しかった。そう、予想は予想だからね、適当だから。そう、でもちょっと考えたけどね、なんか日本強いところに勝ったからさ、3つ前に日本そんな弱くないっていうか強いので、勝つだろうという予想で。時間的にでも結構時間長いから1対0とかないだろうし、まあ2対1ぐらいが時間的に、まあ確かにね、日本が負ける予想は確かにしないけど、でも1-0か2-1かを、それね確かに書かれてた、1-0か2-1を当てただけでしょみたいな。だからまあ簡単な、簡単っていうかね、まあ確かに、確かになんだけどね、3とか4とかそんなさ、時間的にお互い強い同士だからさ、試合に出てる、そんなあの時間で3とか4とか5とか6とか入れれないだろうから、1-0か2-1の2パターンぐらいしかないからね、冷静に考えたらね。確かに、何しようかな。コスタリカさん、私コスタリカっていう国は結構前から知ってたんですよ。なんかスタバでモバイルオーダーをするんですね、新幹線乗る前、並ぶ時間も間に合わないから。こんにちは。こんにちは。モバイルオーダーを事前にしておくと行ってすぐ受け取れるんですけど、そうそうそう、スタバのモバイルオーダーって国の名前で呼ばれるんですよ。そう、やったことある？そうで、なっちゃんと、そう
スタバのモバイルオーダーして受け取りに行った時に、そうなっちゃんがその私の受付番号を見て、コスタリカだったんですよ、その時私コスタリカ44みたいな、そうで、コスタって何みたいな、でもリカはリカだからさ、私こんな名前にしたっけと思って、あ、最近自分のニックネームにしたんですけど、その時はしてなくって、コスタリカって書かれてて私のスタバ、そうあれコスタってなんだとか思いながら、リカはリカだけどコスタってなんだとか思いながら、そうなんかだからコスタ夏希みたいな、コスタリカみたいなスタバってそうなるんかなって思って、その時そしたら国の名前だった、コスタ、まあ、リカだからさ、あれ名前になんかついてると思ってスタバの、だからみんなさコスタなんとかになるんかと思ったら普通に国の名前だったっていうだけでした。最近はねその名前に変えたんですけど、国の名前で呼ばれるんですよスタバ、その時にコスタリカを知りました。私がリカだからさ全然違和感なかったね、リカって入ってるから、私リカって登録してたんだと思って、そう偶然、あリカって入れてたんだと思って思ってたら、なっちゃんの見たらバリバリ国の名前あったからたまたまだったっていう、そうあんま知らないよね、なんか世界の名前あんま知らないからさ、その時初めて知った。コスタっていうのはなんかのスタバの名前で、私のニックネームついてんかと思って、そうリカって登録してるんだみたいになって、そう違った。で私はアメリカでもそれがその現象が起きるんですけど、まあさすがにアメリカは知ってるからさ国の名前だってなるけど、コスタリカはなんかスタバの呼び方かと思った私のね、だから知ってた。コスタリカ、さすがにアメリカって書かれたら国の名前だなって思うけど、アメリカ、確かに丸丸リカ、え、でもそんぐらいじゃない？他にもあるかな？丸丸リカ、あ、南アメリカ、アフリカがあんじゃん、本当だ。南いらないじゃん別に、アフリカ、アフリカがあるわ。確かに。そう。あ、そうそう、自分はそう登録してないのに登録したんかなって思った、でも自分も。だからなっちゃんは私が自分で自分のことコスタリカ登録してるって思ったの、その時そう。コスタって何って言われた、そう。その受付番号を見て、その時ね、コスタリカみたいな、コスタって何みたいな、で、そう。でなっちゃんは何人登録してるのって見たら国の名前だったから、あ、みんな国の名前なんだって、理科は世界の半分、そうだよアメリカだからね、アメリカ大きいから。理科です。なっちゃんどこだったっけ、え、でも結構有名なブラジルぐらいのレベルの国だった、だからそれ見て、あ、国なんだねってなった、あ、コスタリカっていう国があんだねみたいな、
はそうなんですよ、スタバは国の名前で呼ばれるんです。ブラジル44番みたいな、マジそうなんですよ。モバイルオーダーしたら、あの広島駅のスタバは本当にめっちゃ行列なので、いつもモバイルしておかないと集合時間間に合わなくなるから、モバイル駅に向かいながらモバイルするんですよ確かに、でもさすがに自分でそんなのはつけないってなるじゃん。でググってググって、モバイルオーダーめっちゃ便利よ。並ばんくていいからスタバ、都会とかスタバ並ぶじゃん。愛媛は並ばないからモバイルしなくても全然余裕で買えるんだけど、都会とか並ぶのめんどくさないってなったらモバイルで頼んだらすぐ用意してくれる。裏技、一回行列に並びながら全然進まないから並びながらモバイルしたら順番追い抜かせて私のが出てきたんだから、前の人らよりも先に。そう、あとでバイバーイ。愛媛のスタバは並ばないけど、そう広島とか並ぶんです。一回だから行列長くて進まんって思いながら並びながらモバイルオーダーしたら私の方が早くできちゃうっていうね、前の人より。だから便利です。そうそう、先に席を確保することもできるしね。確かに便利便利。モバイル試してみますね。スタバ飲む？そう便利便利、並ばなくていいから。だからスタバに向かいながらしたらいいんですよ。なら着いた時にはできてるっていう。スタバ行こうと思って注文しといてから行くみたいな、なら並ばなくていいんです。ごめんねごめんね。こんにちはこんにちは。ベンティー、お、ベンティー、ベンティーめっちゃ量多くておすすめ。なんかトールサイズとベンティーって100円も変わんない気する。100円ぐらいか100円も変わんないからベンティーがいいと思う。お得さを考えると大量にスタバ持って帰れるし、ベンティーがおすすめです。80円とかしか買わない気する。なんかそう、めっちゃサイズアップするのに。それならその80円でスタバ多めに飲めるなら。そうなんかね、そう小さい方がちょっと割高みたいな。ショートとかショートの4倍ぐらいあるのに量、3、4倍とかでも100円とか200円とかしか買わない。100円とか100ちょいぐらいしか買わないんですよ。 それならショートサイズよりも大量に飲めなかったら持って帰ったらいいしみたいな。ドリップコーヒーだと同じ108円でおかわり、へえ、おかわりできるの？すごっ、それ知らなかった。へえ、なんかミスドがさおかわりできるくない？コーヒー、ミスドの ホットコーヒー、ホット限定、ホットコーヒーとホットカフェラテかな。こんにちはこんにちは。へえ、スタバもできるんだそんなの。ね、ミスドおかわりできる。でもミスドホットだけなんですよね。マイタンブラ、
マイタンブラー持ってないな。マイタンブラーでも持って帰って洗って持ってこなきゃいけないからな。マイタンブラー、タンブラーあったら便利だよね。紙ってなんか、こんにちは、こんにちは。水筒みたいなだけだもんね。持ち運びできるもんね、蓋閉めて。どこにでも。ちょっと服屋さん見たいってなった時に蓋閉めて閉まって持っていけば。お仕事に専念します。いいね、その言い方。頑張ってください。専念してください。お仕事に専念します。いいね。頑張ってください。こんにちは、こんにちは。なお仕事戻りますよりもお仕事に専念しますって、すごいなんか仕事できるマンみたいでかっこいい言い方です。ミキヤさんハートありがとうございます。今日早い、そう、ちょっと早めにしてみた。来るの遅れてすいません。え、全然いいですよ。全然全然何もしてないです。いつも通り顔塗りながら喋ってるしかないので。こんにちは、こんにちは。本人もすでにお仕事に専念しているので。確かに、あ、いいじゃん、陰で褒められてるっていう。いいじゃん、いいじゃん。寒いわ。夜は暖房つけようかな。こたつ買おうって。こたつね、でも置くスペースがないんだよね、この部屋。そうなの、こたつめっちゃ欲しかったんですけど、大きめのソファーを買ったことによりスペースがなんかなくなってしまって、こたつはもう諦めです。こたつ置くスペースも、まあ、作れんことはないけど、なんか私の部屋がめっちゃ家具になっちゃうんだよね。なんか頑張って一部屋にベッド、机、ソファー、机じゃない、ベッド、机、ソファー、こたつみたいな大きな家具だらけの部屋になっちゃうんですよ。でテーブルとこたつか、ドン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 みたいな。初見です、かわいい。 ありがとうございます。こんにちは。そう、ちょっとソファーをね、大きめ買ってみて、ソファーでなんかゴロゴロするのが憧れで、なんか3人掛け買ったんですけど、でも結局荷物をたくさん置いてしまうから、こうやってメイクポーチとか全然ソファーでゴロゴロしてないんですけど、ボソボソ喋るからわからん、離れてるからかな。初めて言われたかも。
じゃあもっとはっきり喋ります。そう、荷物置いちゃうんですよ。だからここで寝れたことはないんですけど、こんにちは、こんにちは。ちょっと距離離れてるからかもしれん。こんぐらい近づいたらめっちゃ離れてるもん。ほら、私前ならえしても届かない。離れすぎてるんだよ。大きく前ならえ、これぐらい距離があります、私携帯と。だから結構離れてるからかもしれない。めっちゃ離れてたんだよ多分。めっちゃ遠いもん、ほらめっちゃ遠い、届かないもん携帯、手伸ばしても。よいしょっと。大きい前ならえ、そうあるじゃん、小さく前ならえとか大きく前ならえ。はい、小さく前ならえ届きません。手を伸ばせるぐらいの。そうなんですよ、ソファー、ソファーでねゴロゴロしたいなと思って、ソファーでゴロゴロしてて寝落ちしちゃいましたみたいな、腰を前手に、じゃ手に腰を当てる前ならに憧れたこと別にないですよ。あれは別に憧れない、別に一番前でしょ。こんにちは、こんにちは。出席番号が早い子には憧れたことあるけど、それはないかな。出席番号早いのは憧れた。あーから始まる名字とか。私はムーだったから大体最後なので、ほぼ最後、なんなら一番後ろとかも全然あるので、渡辺さんがいない限り。だから早いの憧れてた。なんか 何もかも出席番号順だから、身体計測とか、あの卒業証書授与とかもさ、なんかいろいろ出席番号順だから早いのいいなと思って。こんばんは、こんばんは。名字変えたら、あ、名字変えたら、まあ、変える方法は一つはあるけどさ、母方ってこと。渡辺さんと仲良くしてるのはまさかって、そんな、そんなこと考えて仲良くしてないですよ。わかんない、本能的に渡辺さんを好いてるのかもしれないけど、その過去のその出来事により、本能的に渡辺さんを空いているのかもしれない。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。まあでも渡辺さんがいたところで後ろに1人とか2人増えるだけなんで、あんま変わんないんですけど、私は前の方に行きたいんです。こんにちは、こんにちは。空いてきたね、この時間。夜ご飯前ぐらい、夜ご飯前の時間、夜ご飯前の時間ですね。こんにちは、こんにちは。月曜日
曜日か。鍋です、いいね鍋、冬の鍋は最高です、いいですね鍋。考えてみると STU ってあ行多い、そうなんかね。あ、石田さんが2人いるからか。石田さん、石田さん、池田さん、宇都宮さん、今誰もおらんかな。お、沖さん、あーから始まる名字、あ、尾崎さん、あ、今村さんとやってた、ほんとだ、めっちゃめっちゃだ、1期生さんが多いね。最近ハマりました、おさせてください、ぜひぜひ、嬉しいです、毎日配信しているのでぜひ、毎日してるからね、暇な時見に来てください、暇な時夜、毎日やってると多分みんな暇な日ってあるだろうから、ぜひ見に来てください、予定が合えば。こんにちは、こんにちは、一期生さん確かにめっちゃいい、多いじゃん、4人もいる、16人ぐらいしかいないので1/4。ね、そう、毎日やってるからなんか暇な夜とか今日何もすることねえなーみたいななったら多分結構 1,2 時間とかやってるので、ぜひ見に来てください。最近は9時とかも多いね、9時、10時、11時その辺です。8時、9時、10時、11時、あーはめったにおらんよね、あーの名字って。一期生さんだからいいってこと、研究生さんね。チケット使わずに毎日配信してるのすごいでしょ。まあね、ちゃおちゃおちゃお、今何日だっけ、1071な気にする、昨日1070だった気にする、1071でしょ今日、とりあえず1500目指してますけど、1500、そう1071、覚えてるんですよ、でも1500ってあと1年以上あるか、500って思ったら簡単そうに見えるけど1年以上って思ったら結構長い。1111、ワンワンだ、ワンワンワン、1111はでももうすぐじゃん、1ヶ月ちょいぐらい、1月か、あ、1月じゃん、1月11日とかにさ1111になったらめっちゃいいけど、無理だなそれは。2000目指してください、あと何年、 2、3年、あと40日、1月11日にはならんか、何日になるんだろう、1111、あと2、あと40、あと40日後ってことは、ちょっとカレンダー見ないと分かんないな、ワンチャンでも惜しいんじゃない、惜しいところではありそう。レッスン行かないのって、
詳しいですね。まだ大丈夫です。あと40日後。でも絶対惜しいところだよね。12月1、2、3、4、5。あ、14日。あー、3日違い。惜しい。まあ別にそんなこだわらなくていいけど、ちょっと惜しい。惜しいな、3日違いか。でも土曜日だ。何のレッスンですか？クリスマスコンサートのレッスンがね、始まったんです、今日から。そう、もうちょっとだもんね。あと2週間、あと20日か、ちょうど。あと20日、あと20日ってでも結構あるね。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。こんにちは。指先が冷たい。末端冷え性。明日の天気でも見るか。最近なんか曇りが多いから洗濯物が干せない。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。ああ、明日晴れだ。めっちゃ晴れだわ。めっちゃ晴れだ。よき。ここ3日ぐらいなんか曇りとか雨とかさ続いてるから。こんにちは、こんにちは。サッカー見た後そのまま仕事行くことになりそう。今じゃあ仮眠した方がいいよ。こんにちは、こんにちは。乾くといいね。まだ干してないんだけどね、今日の分は。そうね、今日干したらいいか。明日晴れ。今仮眠したら結構仮眠できるよ。0時まで。7時でしょ今。違う、6時か。6時。7、8、9、10、11、12。お疲れ様です、こんばんは。サッカー見れる見れる。0時だったら起きてる、起きてると、起きてる起きてる。テレビで見れるやつだよね、今日。0時はありがたいね。4時、4時だったらなんか寝るか寝ないか迷うけど、0時は、まあまあまあ、こんにちは、こんにちは。テレビで見れるよね。そうね、夜は一応ない方向で行ってます。あ、フジテレビ系見ます。テレビつけときます。基本でも家にいるときは私テレビつけてるんで、配信中以外。月曜日、月曜日はなんかあるかな。テレビ大好き人間です。テレビずっとつけてるから。何か食べながら見るのって、え、映画みたいな感じで。確かに楽しそう、それ。ポップコーンとか。え、食べないけどな。食べないかな。食べない、食べないと思います。あ、ピザいいね。パーティー、パーティー。一人だからね。でも一人でピザ。あ、ピザ。こんにちは、こんにちは。
アベマなら本田さんの関西弁の解説は聞けるね。そうですね、確かに解説あった方がいいね。あんまそんな詳しいわけじゃないから私は。確かにそうですね、解説。あ、家族か、いいね。確かに実家にいたらね、確かにピザとか頼んでリビングで、確かにいいね、それは。よいしょ。アベマ、アベマ TV。 テレビの音もが何や、感じが。あ、アベマ、アベマが面白い。扱うお酒、お酒でもいいね。お酒飲みながら観戦するのは絶対楽しいよ。うどんさん、かわいいギフトありがとうございます。へー、日本何点ぐらい取ると思いますか。何点ぐらい取ると思いますか。でもそのだから時間的に2とか池田さんとか2とか、ゆきさん、サッカーありがとうございます。テレビでアベマ見れます。テレビでアベマ見れます。モドリッチ、うん、確かにアベマ外でも見れるからね。いいね、それは。よいしょ。そう、アンドロイドテレビ。え、でも実家のはアンドロイドテレビじゃないけど、なんか付属のさ、あのアマゾンで買えるやつで見れるようにできる、や、見れるようにした。なんかテレビに挿して、あ、タイムラグある。へえ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。確かにツイッターとか見てたらネタバレ、ラグがあるなら確かにね。ファイアスティック、お疲れ様です。こんばんは、お疲れ様です。制限、へえ。あ、5秒とか10秒。あ、でもツイッター見たらネタバレだ。それはネタバレになるから。こんばんは、こんばんは。まあ数秒ならね。誤差だけど、エゴサしながら見てたらでもバレちゃうので、5秒あったら。こんばんは、こんばんは、こんばんは。レインボースター、ありがとうございます。一
7時じゃない、6時です。6時になりました。今日は雨が降ってるところもあるみたいで、こんばんは。すごい名前、斜めになってる。スボブ、寒いね。これ暖房つけなきゃ。寒いよ。こんばんは。寒いよ。雨降ってる？エアコンとこたつ？降るじゃん、もうフル装備じゃないか。あ、東京雨なんだ、へえ。意外。さっき愛媛が雨で捨ててたからさ、東京は雨じゃないかと思った、遠いから。へえ、東京も雨なんだ。寒ね、雪。そうよー。こんばんは。お布団から出られません、わかる。私もでも配信するとき以外、まあ布団にいたりしますね。布団があったかいからね、一番。本日の室温発表したよ、今日。本日の室温発表 15.7 です。あ、歯に口紅がついてる。 15.7 度です。私リップ濃いからさ、喋ってたら歯につくんだよね。唇が薄いからかな、両方あるか。ちょい寒ぐらいね。暖房つける、夜つけるわ。寒すぎたら寝れないよね。寒すぎたら寝れないから。でもお風呂にいっぱい使ったらあったかいよ。熱いお湯で、熱めのお湯でシャワーとかでもあったかくなる、十分。あ、加湿器が止まった。水切れだ。パジャマもふもふですか？パジャマもふもふです。これはパジャマじゃないですけど、パジャマもふもふです。分厚い。めっちゃ分厚い。あったかいです。そして膝掛けもしてるので、割とあったかいです。膝掛け。ここです。そうなんですかって、違います。ハチワレちゃんです。ちいかわのハチワレちゃんです。そうなんすじゃないです。こんばんは。そうなんすって言いたいところだけど、そうなんすじゃないんだ。そうなんすですか？そうなんすって返したいけど違うです。ちまれ、ハチワレちゃんのキス顔で。こんばんは。あ、わかんないか。ちいかわ仲間です。
こんばんは、こんばんは。可愛いですね。ありがとうございます。あ、こっちか。私じゃないか。八割か。八割です。こんばんは、こんばんは。服面白い。え、知ってる？ちいかわ。八割。知ってる？可愛いでしょ？モコモコなんです。よよ、あ、両方です。よかったです。じゃあ、あれちゃんです。こんばんは、こんばんは。色も素敵。珍しいよね、私が青着るの。青い服いつもピンクばっか着てるから。いや、膝掛けは違います。マイメロ、マイメロちゃんです。マイメロなんだけど、あれ、マイメロ。うん。ってことで配信終わろうかな、そろそろ。もこもこちゃんです。お腹空いたから夜ご飯を食べよう。お腹空いた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また。またね。壇上読みます。13位、ダイダイさん。12位、ロボリンさん。11位、ゴーエフさん。10位、MM さん。9位、青キジさん。8位、パロプッテさん。7位、ユキさん。6位、ミキアさん。5位、ヤスルパンさん。4位、スーヤンさん。3位、ムネヒロさん。2位、理化学研究所さん。1位、うどむさん。ありがとうございました。ってことで、サッカー見る見る。0時見ます。6時間後。ということで終わります。またメールを送りますので、メールを送りますので終わります。またね。メールまだ月始めなんでお得です。月額300円でメール送ってます。バイバーイ。